緊急告知資金についてなんですけどね、はい、その中の貸付できない世帯の中に、はい、破産申し立て手続き中の方ってあるんですね、はい、この破産っていうのは、はい、自己破産なんですか？自己破産です。で、自己破産以外任意整理やって OK ですか？の方は今回申し込みは可能になってます。特例の貸付の件についてですけど可能です。あ、わかりました。な、自己破産はペケ、それ以外のまあ債務整理ってありますよね、任意整理とか、はい、個人再生とか、はい、それは全部 OK？ そうですね、特例の貸付については、はい、お申し込みいただきます。なぜに自己破産だけアウトなんかね。自己破産手続き中の方であればあくまでこちら貸付なので、はい、貸し付けた金額がそのまま自己破産でそういうふうに整理されてしまう可能性はあるので。ああ、そういうこと。はい。ああ、そういうことか。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、失礼します。はい、浅野次郎です。聞いていただけましたですかね。あれはね、大阪府の、大阪府社会福祉協議会、これですね。大阪府社会福祉協議会に問い合わせたものです。今日の日付が、2020年の5月18日月曜日。今何時や、15時半ごろに電話したんかな。大阪府社会福祉協議会に電話したもんです。この後に今度厚労省に電話した分も流しますけど、厚労省は、市区町村に聞いてくれということです。厚労省よりも市区町村の方が権限があると、いまいちわからんこと言ってますけど、自分の近くの市区町村で聞いてくださいということなんで、大阪以外の方はね、確認自分でしてくださいね。なんかうちだけちゃいますねとか言いそうやからね。はい、ということで、ね、この、貸付できない世帯の、破産、貸付できない世帯に、破産申し立て手続き中の方ってあるんですね。これも当時からもう気になっとったんですけど、その私はもう破産者なんですね。で、まあ最初はこんなんどうせ該当製品を求ったんですけど、ちょっと文言これと今とはちょっと違うかったんですよ。古い文言は、古い文言があるかな。古い文言はね、なんか古い文言はね、破産申し立て手続きなど法的整理中の方がいる世帯ってなってたんですね。だからこの昔っていうんかな、この1個前ぐらいの貸付できない世帯には、破産申し立て手続きなど法的整理中の方がいる世帯ってなったんです。だからパッとよく見たら、法的整理中って書いとったんでね、私の場合は中やないし終わっとるし思って問い合わせたんですね。ほんの最初はね、破産はあかんって言われましたわ、あっさりと。けどそれからまたちょっと考えてね、まだ問い合わせたんですよ。整理中って書いとるけど終わったんどうですの言うて、ほんな今度は、定石に変わりますんでどうのこうの言うて、で結局は OK やったんですよ。終わってたら OK、 自己破産したっても免責
出て終わってたらもう OK ですと。あくまでも、破産申し立て手続き中、整理中の方ということでね、終われて OK っていうことです。なるほどと。私はいけんなと。っていうことで、まあ、その案内もさせてもらったと思うんですけど、そのまた文言が変わったんですね、これ。これ20万円になった時から、貸付が一律20万円になった時から、その文言が破産申し立て手続きの方になったんですね。短くなったんですよ。ほんで思ったんですよ。破産申し立て手続きの方っていうことは、破産以外に債務整理で、ね、任意整理とか個人再生いろいろありますやん。債務整理中カテゴリーの中に自己破産があったり任意整理があったり個人再生があっていろいろあるんですけど、ほんなら任意整理あかんの、いけんのみたいな思っとったんですよ。ほんならちょっと私の動画見てくれてある方からね、メールいただいて、その方は、審査落ちしたんですよ。いい言うて、審査落ちした言うて、その理由が、任意整理中やったんですよ。任意整理中で落ちましたよ、ことでね。そうなんや、任意整理もあかんねや。って思っとったんですよ。けど、これが新しく、20万円になった、この、これなんちゅうの、説明書っちゅうのご案内には、破産申し立て手続きの方ってなっとるんでね、任意整理とか債務整理とか書いてないんですよ。だから今ちょっと電話して聞いてみたんですよ。ほんなら、この後に流す厚労省は、いや、私は分かりません、みたいな、厚労省はそんなんです。知りません、市区町村に聞いてください話やったんですけど、この大阪府社会福祉協会は、自己破産の手続きの方のみアウト、任意整理は OK っていうことやったんで、自己破産中の人よりも任意整理の人がはるかに多いと思うんでね、今回ほんで言うてあったら特例です、特例ですって言うてあったんで、このコロナの特例に関しては OK いうことですわ。はい。ということで、ここに令和2年5月7日版になってるね。だから日々こういろいろ新しくなってきてるんやろね。っていうことですわ。だから、もし、破産済んでる人、手続き中の方以外の人、破産終わってんに言う人はもう全然 OK、任意整理の人は中でも終わっとっても OK っていうことです。はい、それと自分とこの市区町村でもう一度確認してみてください。同じように聞いてもらったらいいと思います。はい、以上です。いつもありがとうございます。失礼します。あ、すみません。はい。ちょっと教えていただきたいんですが。はい、お願いします。緊急小口資金のね、貸し付けできない世帯の中に、破産申し立て手続き中の方ってあるんですね。はい。これなんですけど、破産、イコール自己破産ですかね。含みますということは、何の手続き中が経験上ですか。それがちょっとその辺の細かなことというのは、はい、こちらのコールセンターの方には情報が来て
ないんですね。はい。はい。ですから、お住まいの市区町村の、はい、社会福祉協議会、はい、こちらの方にお聞きいただきたいんですね。あ、わかりました。はい。ちょっとつながれへんですけど、なもう根拠を厚労省ではわからないことですね。そうですね。はい。厚労省から市区町村に指示が行ってるんじゃなくて、市区町村がのあれが一番正しいことでいいですか？そうですね。あの現場になりますので、現場の運用のことは現場の方が権限持ってますので。現場が権限持ってるね。はい。現場が権限持ってるよ、こっちゃね。はい。厚労省は分からんいうことや。はい。はい、分かりました。はい、はい、はい、お気に。チャンネル登録お願いします。